準備は完了した。とりあえず、なんだっけ、いらねえな。いるんだけど、ちょっと待って。いろいろとやりたいことがあるから、待っとけ。いろいろとあるから。夜間命中率アップって。これかな。ちょっとセーブしよう。なるべく遠くから。勝ち目は薄くとも引けぬ時がある。命を無駄に散らす気。やった。頑張れ。打ち切れしろ、お前が。どうした、リキ。勇者だろ。すべてを打ち砕く。リキに一撃神が来たときにさ、ガチ切れさせてさ、9900の何倍ダメージを与えればすごい。やばくない？何もならない。ナイス、頑張る。これがね、
2回くらこれはいけない。これはいけない。一気に行ってほしいんだな。ごめんね。これなら完璧。本気だ。とはなる境界よ。レイザーも。わ、早かった。リキ行くぜ。逆切れさせる。倒れろ。ギリギリまで。切れろ。外した。倒したリキ、勇者だろ。頑張ろう。おい、しっかりするのだ。みんな、今はなる状態よ。行けっけ。なんか相手バグった。なんかこれやるとバグるんだよね。あ、アーツ封印したからなんかバグったかと思った。Okay.
もらい受けだ。この様は黙るぞ。恩に切るぞ、恩に切るぞ。ほら待っても、すまない、助かった。変形せよ、ダムダム。そこの変形だ。何、これのビジョンが見れるのはでも美味しい。すげえんだよ。サモンアイズ当たれ、怖い、当たんないもん。リキ気にするでない、リキ嬉しいもん。倒れろ、えい、仲間と戦うよ、敵を撃て。バグワガネ、アイズそこ、バリが出たね。はみんな、マインドブーやわねえな。いや、リフレクション使ったなんかバグって俺に攻撃ダメージ入らないから。これで割った。それだけ。そこ。致命に。ガルナ。次は期待しているぞ。ありがとう。あ、ニオった。やんじゃん。リキに行かねえかな。ごめんね。リキに行ってほしいな。この。壊したい。サモンガルナ。反射で倒すとなぜか耐え力箱が出ない。このヒールバラキョ驚くイカズキよ、権限してよ。当たんないもん。リキどうまい、リキ嬉しいもん。バイバイくなる大地よ、もらけポイント。ヒールより溢れてくる。なるほど、目を覚ませ。まだまだいい攻めができている。こうはなるわ、後悔よ、権限。あれをかわすか、メイヌ。次は当ててよね。すまない、スイープアイド、えい、オッケー、宣言してやるわよ。これ何、ジッカミコメかな。めっちゃ一番どうにもならねえのですか。俺がやってほしい、メリアに耐えられない、その攻撃は。その位置、なんか外れそうで怖い。それで割った。戻るぞ、ずつよ。隣国虫殺し。まあこれで宝箱出なかったらもうやめよう、そういうもんなんだっていうことだね。この未来は変えられる。ゼロになるんだ、リフレクション使ったら。スリープアイド、このはっ、はっ、ゴールド三石抜け、バーチャルワット、クールダウンが必要ね。次は外さない、メリアちゃん。大丈夫、次は当たる予感を。進まない、
めちゃ怖え。これさ、カラオケ出ればいいんだけどさ、出ない気がする。これ出なかったら仕方ねえよ、そういうもんだ。私もワクワクだぞ。その時もらえる。カラオケ出る？あ、出た！出た！やっぱさっきがおかしかったんだよ。出た！いや、やっぱさっきのあれがおかしかったんだわ。はい。セーブすればよかった。あ、よかった。雪子が出た。よかった。よかった。雪子が出た。嬉しい。ちなみにこのレディオサーブ S ってのもなんかこいつからしか出ないらしいです。疲れた。いや、戻ってきた。あの、かれこれ何時間かけて戻ってきたか知らん。しゃ、終わり、終わり。危うく俺の精神が壊れるところだった。よかった、宝箱出た。宝箱出た。やだ。危ない。あと少しで俺の精神が壊れるところだった。もう半分くらい壊れてるけど。涙出てきた。辛かった、本当に。本当に辛かった。多分全部カットしてるからいきなりなんかこんな感じになってるけど、本当に辛かった。ちょっと涙が止まる。目が痛い。なんか病気みたいな。あ、やばいやばい、痛い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 。目が痛くなってきた。もう、次回からストーリー戻る。次回からストーリーに戻ります。目が痛い。こんにちは。いやー、つらかった、マジで。つらかった。モナドレプリカドグマの設計思想はより高いクリティカル率の実装です。防御性能は犠牲になりますが、はい、モナドレプリカドグマ、もう深夜何時かわからないです。そんなわからないことはないんだけどね。いや、辛かった、マジで。いや、辛かった、ほんとに。クリティカル率が高いんだ。まあ、これ作るのどんだけ大変だったか。まあ、使うのはアビスなんだけどね。ドグマは使わない。ここまでやって使わないとかいうクソマゾプレじゃねえかよ。いや、あの、性能的にアビス使う。俺アビス使う。だってですね。それアビス使った方が強いもん。アビスの方が強いんだもん。お疲れ様でした。それでは次回ストーリーに戻ります。今までありがとうございました。メディアの大冒険、ご視聴ありがとうございました。無事帰ってくることができました。ここに、早く俺引退宣言するところだった。
危うく引退宣言するところだった。あ、すいません、実況やめますっていうところだったわ、危うく。いや、辛かった、話本当に辛かった。ここまで戻ってきたんやなって思います。じゃあお疲れ様でした。それではちょっとこの感動冷めやらぬまま終わりたくないんだよ。なんか最後に1個やりたいけど、特にやることもないし、すいません、多分ね、本当にやり直した、マジで全部やり直したから。ただその絆トークとかに関してはやってないから、絆のとこ見たけどまだ見てないってことになってると思うんだよね、おそらく何個かは。許してください、ちょっと内容を知れただけで勘弁、内容を知れたということだけでちょっと勘弁していただければいいかなと思います。今回でご視聴ありがとうございました。ちょっとあと一部クエストもね、なんか寄り道中俺ちょっと多少クエストやってたんだけど、なんか時間無駄だなと思って、どうせなら一気にクエストとかも進めちゃおうと思ってやってたんだけど、それも全部リセットされたんで、ほんとコロニシクス関連だけやり直しました。というわけでお疲れ様でした。それで次回お会いしましょう。次回ストーリーですね。ごめん、ちょっとすっげえ沼になっちゃった。お疲れ様でした。バイバイ。セーブしよう、結果的に同じぐらいまで戻ってきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。いや、辛かった、マジで辛かったわ、ここまで。